するか。でもこれお気に入りのパンツ。そう、お気に入りのパンツ。こういうのが好き。こういう。こういうのが好き。あいつのつけって感じ。時刻は現在7時30分。今回もですね、前回の出所飯田崎和弘さん編に続き、こちらです、横浜刑務所。また出所してくる方をですね、ご紹介いただいたんですけれども、その方が今回ですね、一緒にちょっと迎えに行きたいということなので、あ、こんにちは。今、直也くん、コンビニ行っちゃいましたね。あ、二人いいですか？そうですね。向かいは。出てくるとき教えてください。ちなみに二人とも教えてたんですか？ここ、ここ。あ、いつ頃まで入れてたんですか？これ6月で、今日1年中、そう、1年僕は夏ですね。もうちょっと早く、あ、早めに出て、はい、去年の夏ってことですか？そうです。で、今年6月で、今回出てくる方と一緒で、まあ、結構仲良かったってことですか？仲良かったです。で、迎えに行くってことはちょっとこう一応約束してみたいな。約束してる、約束してる。あ、出てきてちょっと俺だと接してればすぐオカマモード入る。オカマのことなんですか？オカマです。オカマです。いわゆる同性愛者って。そう。最初はやっぱりちょっとかぶってそういうふうに見せないようにしてるけど。やっぱりそれなんかこういじめられちゃうからとか、そうですか？刑務所、まあ、そういう心配もあるんじゃないですか、うん、でも俺らがいたところは特殊なとこだから、やっぱそういうのが7人とかね、8人とか、うん、15工場の養護ですね。養護、養護工場、体の不自由な方とか、やっぱそういうちょっとおかまちゃんとか、あ、2人もそこにいたんですか？そうそう、出てくる時っていうのは、こう気持ち的にやっぱ解放されたものなんですか？解放なんですかね、やっぱね、やっと感じたね。ちなみに何食べました？あっちにガスターじゃないですか、髪の、はいはいはい、そこで結局パンケーキが食いましたね。あ、パンケーキ何食べたの？これはアンパン、あ、アンパンとコーヒーと卵ですね、コンビニで、はい、やっぱ甘いものなんですね。あ、甘いじゃん、甘いじゃん。え、やっぱ知り合いの刑務官がいるっていう。大体8時20分ぐらいですかね。そうですね、うん、大体そのくらいかもしれないですね。あの門が開くんですよね。そう、その門が開いて、そうですね。あ、来るか。そうだよね。今日すみません、来た。誰だ？あ、それ貸してもらったんです。ういあれ？ういっす。貸してもらった、そのドカジャンじゃなくてこっちくらいです。うん。置いて。
優しいですね。持ってきてくれてあげたんですか。そうそう、まあ安物ですけど。誰だか分かるよ俺。分かる分かるけど、いやなんか全然いや変わるね、あのシャワーにいると何こんなキャッシュかなちょっと入ってないはい、着替えなよちなみに今、前座さんいくらぐらいですか。11万。溜まったやつですか。いや、給付金がね給付金があったから。あ、給付金なんか向こうで刑務所の中でもらえるんですか。直接刑務所の書き留めで送られてくるんですよ。へぇ、あと補助金が3万ないぐらい働いたのが、そっか。ごめんなさい、全然これちょっと言わせたんですけど、うん、あのとりあえず一回出てた方がいいですね。とりあえず、あの多分 NHK スペシャルかなんかだからあれあ、もう持ちましょうか。じゃあ重いですよね。重たいですよ。持つ。あいいよ。あ、持ちます、ごめんありがとうございます。いいっす重っ。これ入れちゃえばあの YouTube って分かります？分かる。で、あの僕 YouTube のチャンネルで、うん、刑務所から出てきた人に取材して、うん、一番最初に何食べるかっていうチャンネルやってるんですよ。うんうん、で、長谷さんとゴリさんが、うん、そのチャンネル知っててくれて、うん、今回お友達が出てくるってことだったんで一応まあ紹介してもらったんですよ。はい。思い出も作りたかったからこういうね。なんとお呼びしたいですかね。なんか難しい。いや別に呼びやすい。及川直に似てるって。ああ。お客さんに言われたから。それか。あの AV に出るじゃん。ああいますね。女優をしたら。いや、これは。俺に見せてくれる写真あったじゃん。俺に見せたいって。同じ部屋だったら見せたいんだけど。こっちはダメだよ。こっちはダメだ。じゃあ、恋愛の愛で、うん、愛でいい。愛ちゃん。わかりました。愛ちゃん、ここおいくつなんですか。51。51歳。じゃあよろしくお願いします。いや俺本当はね出てまずやることはちょっと考えてたんだよ。うん。だけどいやカメラがいたからあれと思って。さあ、乳首なんか舐めさせない。ちなみに別に何をやろうと思ってたんですか。二人に抱きついて。やろうよ。いややったほうがいいじゃん。やろうよ。これがやりたかったの。なんでこれやりたかったんですか。わかんない。なんかずっとそればっかり考えてて、ただまずそれをやろうと思ってでなんでカメラ持ってんのかなって思ったからちょっと。あ、重い。中間プロレス。プロレス好きだよね。好きなんだ。違う目で見てるからプロレスを。乳首とか見てるでしょ。ちょっと、もう少し。ああ、なるほどね。だからいいカット、あの写真とかでいいカットがあると、捨てられない。あの切れないじゃん、切れないじゃん、勝手に切って保存できないじゃん。廃棄しなきゃいけないじゃん。だから廃棄できずに17冊たまった。ちょっと見せてもらっていいですか、軽く。あ、本当なんですか。一番下。え、シュープロとかですか。シュープロ。毎週買ってんの。これ。本当だ。あ。シュープロが。あ、なるほどね。うん。あ、はい。そう。やっぱこういう男性好みってことですか。これは好みじゃないんだけど、はあ、これ残してるってことはお気に入りのページがあるってことで、ああこれも好き。あ、これ金髪みたいな、こういう髪型とかそういうことですか。いやじゃなくて、なんとなく直感的にこういうのも好き。こういうのが好き。これをじゃあ某の中で読んでたんですか。あ、とりあえず愛ちゃんがそのなんか今何食べたいかで全然あります。なんか今食べたい、なんか漠然と浮かんでたのはずっと俺なんかマックシェイクなんだよね。なんか食べたいっていうマックね。マックシェイクえ、マックシェイクって朝ありましたっけ。あ、多分今朝メニューでしょ。今朝メニューはないですね。朝ない、うん、そうだから今回3回目なんですけど。あ、3回なんですね。過去2回は別に意識しなくても、はい、なんか食べてたの、一番最初食べたのが、はい、なぜかカップ焼きそばだったんですよ。1回目も2回目も
契機は、あの今回勤めた2年2ヶ月ゲイの方は部屋はまた別なんですか？あ、居房には入れないんですか？ゲイは基本的にもう一人部屋ですね。で、学生の時からもうバイトで入ってたからもう24からで、猫の人たちってもう喫水の時自分みたいにもう 100% もう受け受けっていう人もいれば、大ちゃんは何歳で捕まるんですか？初めて捕まったのが39。ああ。ちなみにその相手はその当時高校3年生で、今ではでもなんか甘いものが食べたい。甘いものが。ああ、じゃあファミレスとかでも行く。あ、ファミレス行きます。他の人だと分かんないけど、多分自分の場合はいつも出るじゃないですか、はい、出てすぐ食べたいものに行くっていうよりはやっぱりちょっとまだこうザバザバしてるっていうか。ロボットだからね、これは。時代のロボットだって言ってるんだよ。これはね、これ初めて見たな。テレビで見てたけど、すげえすげえ売れてるよ。時代のロボットだって。これ来るのか？これ、何？なんかゼリーをあんまり気にしない。イチゴしか目に入らなかったけど。何が一番最初食べたかって言うと、ごめん、やっぱりイチゴだった。イチゴ？イチゴですか？イチゴ好きなんですか？イチゴです、すごい好き。かわいいよ。かわいい。かわいい。かわいい。作業中。絶対食べづらいです。普通に食べづらいけど食べづらい。いやー、同じくないとちょっと厳しい。外歩くのとか、まあ、刑務所の中がね、もうマスク強制なもん。ああ、逆にそっちに慣れちゃったとするか。慣れてる。うん。ずらすの？ああ、そうですね。ハートだ、ハート。ハートだ。うまい。いけましたいな。あ、美味しい。そりゃうまいよね。うまい。横浜のね、あのまずい飯。2年も食ってればさ、うまいよこれ。わかる。茶飯は裏切らないよ、ね。やっとなんか、やっとなんか人間の飯が食えてるだけ。そんなにひどいっすか？もう出てきた瞬間これ残飯でしょみたいな。すごい。ひどい。全然改善されないよね。もうだって鶏肉とかの豚肉なんて。獣の匂いじゃないですか。部屋中が獣の匂いになる。臭い。え、でもイチゴって出ます？検証出ないですね。昔さ、なんか出てた時あったよね、イチゴ、冷凍のイチゴでさ、夏、電流のやつ、電流が入ってるやつ、1粒だけね。そう、昔さ、今も出ないですね。あ、そう最初はアイスコーヒーですか？やっぱコーヒーが一番飲みたいな。美味しいね。美味しい。コーヒーはないですよね。1ヶ月に1回ぐらい。1回、うん、カフェオレみたいな 500ml のやつで、なんか1ヶ月にかお菓子買えたりとかできて、それのあれかなんか、うん、そう、真面目にやってると、うん、お菓子が月に1回、ね、300円分くらいのお菓子買える。今500円なの？わけなの。お菓子がこっちが好きなお菓子じゃないけどコーヒーだけ飲みたいからもう A にする。みんなね、そう、うん、A ばっかだよね。コーヒーが人気なんすか？そう、炭酸より。で、俺も最初はお菓子の内容で選ぼうとしてたの、 A か B かで悩んでたら、そしたらこう話しかけてきて、何悩んでんのとか、いや、どうしようかなって、俺はコーヒーだろとかって言われて、これはコーヒーだろって言われたから、あ、やっぱそう、コーヒーだよねみたいな感じで、それからもう水に決めるような、いつもコーヒー。どんな味なんですか？
ケツで飲めるあ、いちご食べますよ、じゃあ、いいっすよ。いやいやいや、本当に、いやいや、食べてます、食べてます、いちご。あ、すいません、はい、ありがとうございます。はい、喋り方もなんか自分の喋り方分かんなくなるね。なんかとちょっとやっぱ違うっていうか。確かに中ではちょっと抑えてるってこと。ああ、まあそうかそうか、それはそうですよね。もう本当に俺なんかはね、もう席も前と後ろでね、休憩時間もずっと喋ってたから、もう俺には結構さらけ出してさ。そう、何でも結構じゃ深い仲になったってことですね。そう、なんか変なお願い事とかされてね、俺ね。何されたかもね、どんな頼み事してきたの教えてくださいよ。自分の欲望を満たすために、まあ、利用させてもらってたかもしれない、ね、俺を利用するんですか。仲がいいから。30ぐらいだっけ。うん、そう、今32ってからね。サイちゃんのタイプのマッチョがいて、着用してるマスクをもらってきてくれとか。洗ったキエのパンツを、自分のパンツを先に履いてもらって一回で、それをまたもらって自分が履くとか。そう向こうも結構ノリいいやつなんで。まあ、いなくなったから多分今度全部自分でやらなきゃいけないですよ。今度そういう頼み事とかもいろいろそういうのやってて、最後、まあ、お別れする前とかにお願いだからチンコ触らせてくれってずっと言ってて、で結局それはダメだったんだけど、俺最後の日に絵を7本くれたえ、それ今持ってます。持ってます。持ってますか。持ってるマジの接種券じゃないですか。うん、何挟んだんだ。あった。あった。あいつのって感じ。わかる。ストレートなんですね。よしストレートですね。多分7分。優しいのか、なんかこうね、普通なんかね、知らねえよとか、なんかね、別に。あ、だってゴリさんもあげたもんね。俺あげてますよ。あげて。逆にないな。自分もなんかくれなかった、あの時。俺はあげてない。一回俺今だっていらないって言われた。いや。なんで？全然タイプ。どういうのがタイプですか？やっぱりね、マッチョで若くて。ああ、プロレス。まあマッチョってわけじゃないんだけど、まあ。あいつはマッチョだったよね。マッチョだった。うん。最後にプチッって言って。その方はちなみにまだ長いこと入られる。中に10年、あと10年10年、あと10年、会えるかどうかって感じだね。でも事件的にも有名な。ああ、そうですね。来てないと思ったから、だからとりあえず駅まで行って、まあ、電話かけようかなって思ってたのね。あの監視の人が、あの向かいの人来てますよって言われたから、あーでも来てるんだって思って。なんか嬉しいもんなんですか、ね、と。いやー、初めてだし。で俺逆になんかあの今いる人いる人、あのやや、とか向かいに来てほしいって言われた。あー、やっぱみんなそうなんですね。まあ来てもらったら嬉しいですよね、やっぱりね。ちょっと多分カメラがなかったら泣いてたかもしれないです。泣いてくださいよ。ごめんなさいね、俺のせいで。いや、愛ちゃん一緒ですけど、もう一人ですよね、今。ご両親とかも健在なんですか。母親も死んでるけど、連絡取ってないから、まあ、でも父親も死んでるかもしれない。ああ、それは分かんない。どれぐらい会ってないんですか。10年以上会ってないから。結構そうですね。息子様じゃ刑務所入ってるってことは知らないってことですか。多分知らないと思います。でこの10年ぐらいで3回ぐらい入ったんですか。6年で3回。6年で3回。
まずやりたいのは、はい、眉毛をちょっと整えたい。生え放題、うん、髪切りたいとかそういうのはないですか？髪はあんま切るほどないまあ、まあ、そうでもほら床屋に行ってねとか、だからなんか本当はなんか床屋で、まあ、ちょっと揃えてもらって、まあ、眉も揃えてもらおうかなと。あ